ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレスついに判明、柴田勝頼の対戦相手 X について大考察スペシャル2。イエーイ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画は、ついに、新たな説が浮かんでまいりました。 1.4 柴田勝頼選手の対戦相手 X についてですね、考察していきたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、こちら今この動画を撮っているのが1月3日、ついに柴田勝頼選手復帰戦まであと1日という形でございます。まあ1月3日ということなので、皆様今年に入っては初めましてということでございますので、改めて明けましておめでとうございます。今年もですね、プロレス愛にあふれる動画をですね、皆様にお届けしたいと思っておりますので、今年も皆様よろしくお願いいたしますという形です。はい、そして、まあ、2022年ということで、私のツイートご覧になっていただいている方はもうご存知かと思うんですけども、新日本プロレスの当初日でですね、新しいグッズを買いまして、ちょっと部屋の方を、マイナーチェンジさせていただきました。と言いましても、マイナーなのかどうかわかんないですけど、こういった形でですね、タナースのビゲストタオル、ちょっと購入させていただきましたので、こちらをですね、動画の背景として今使わさせていただいているという形でございます。はい、というわけで、まあ、今年もですね、プロレス界に溢れる動画で皆様と一緒にですね、プロレスを広げていければなと思っておりますので、今年もよろしくお願いしますというところです。はい、じゃあちょっとテーマの方に戻りましてですね、柴田勝頼選手の対戦相手 X についてというところなんですが、まず私の新説の前に一つ訂正したいと思います。前回、柴田勝頼選手の対戦相手はこの選手かこの選手かこの選手かこの選手じゃないかという形で4選手出させていただいたんですけども、これちょっと、そのうち3番4番が、真田選手とかグレートオーカン選手というのは私出させていただいたんですが、よくよく考えると 1.4 東京ドームで、この2人、もう前哨戦が組まれてるんですよね。1.5 の前哨戦が、タッグマッチという形でですので、おそらく、まあ、柴田勝頼選手の対戦相手になることはないであろう 1.4 についてはというところですので、一旦その説はちょっと外させていただきます。はい、で、まあ、とは言いましても、柴田勝頼 VS 真田、柴田勝頼 VS グレートオーカンというのは今年どこかの会場でやっぱりね、まあ、グラップリングマッチといいますか、キャッチャーズがキャッチレスリングマッチか、はい、その試合では絶対ね、どこかの大会で見たいなと思っておりますので、引き続きそれはそれでね、期待したいなっていうところなんですけれども、じゃあここで新たな、新設のお話なんですが、ひょっとしたらもうご存知の方も多いかもしれないです。私も今回この動画、サムネの方に実は起用させていただいている選手がもうそのものなんですけれども、私の新たに考える、柴田勝頼選手対戦相手ではないかと思う選手が、ジョナサン・グレシャム選手でございます。はい、こちらなんですね。こちらジョナサン・グレシャム選手、つい、まあ、ここ1年2年の、新日マットをしかご覧になられてないファンからすると、ん、誰だっけっていう形に、ね、なっちゃうかもしれないので、簡単に、ちょっとお話しさせていただきますと、こちらですね、かつては、ベストオタスーパージュニアにも実は参戦したことがある選手でございまして、ニックネームはオクトパスっていう、まあ、タコですね。はい、それは、まあ、オクトパスという、異名が表す通り、とても体が柔らかい、選手でございますと。で、まあ、なんでオクトパスっていうニックネームが付けられたかというと、グレシャム選手と戦った相手選手が手足が8本のように見えるというような、非常に難解かつものすごい、なんていうんですかね、そういった機動力を持ってたっていうところが、そのオクトパスという意味をつけられた、理由という形で本人は申しておりましたというところなんですね。うん、で、まあ、つい最近であれば、日本マットではなくストロング、ね、ニュージャパンストロングの方で、最近だったゲイブリエル・キッド選手の復帰戦でジョナサン・グレシャム選手が対戦相手になったとかっていうような形もあったりして、今も新日マット、広い意味でね、広い意味での新日マットからすると決してそういった縁がない選手ではないですというところでありますというところなんですね。でかつてはその、スーパージュニア参戦した時もそうなんですけど、ザック・セイバージュニア選手
に対してあのテクニック合戦をしてそれでしっかり渡り合える選手っていう形の実はあの技術レスリングテクニックも持ってる選手ですっていうところなんですよ。まああのベストオブザスーパージュニアに出てたっていうところもあって当然機動力もありますと、あの飛び技もものすごいあの華麗な飛び技を見せてくれるしサブミッションとかレスリングテクニックもきっちりと備わってるっていう選手があるので今回のまあキャッチレスリングルールっていうところに関していくと決してそこに対応できない選手ではないしむしろ実は柴田選手ととんでもないぐらいいい試合を見せてくれるんじゃないかっていうだけのポテンシャルを秘めてるんじゃないかと思っておりますというところなんですよ。でまあちょっといろいろと順を追って説明していくとなんであのこの選手になったかな、ね、にあの僕が新設を唱えたかというと昨年末になるんですかね12月28日にこのジョナサン・グレシャム選手のツイートアカウントから、勝頼柴田っていう、そのツイートだけを実は飛ばしたものがあるんですよ。28日の夕方ぐらいだったかな。それこそ、新日の柴田選手が復帰して、1.4、1.5 のカード発表があった日あったらあるじゃないですか。ね。あった日の、その後に、ジョナサン・グレシャム選手がこうしていった。みたいなところがありましてひょっとしたらグレシャム選手が X なんじゃないかっていう実はフォロワーさんといいますかファンの方々が非常に多くいらっしゃったというところなんですよね。まあ、そのジョナサン・グレシャム選手っていうところにアンテナを立てている方であればひょっとしてって思ったかもしれないですけども、まあ、正直言って今の日本マットからちょっと遠ざかっている選手だったりするのでやっぱりどうしても鈴木みのる、その日カードが組まれてない鈴木みのる選手であるとかあとはやっぱりノア 1.8 のね、新日バーサスノアっていうのがある中で今回ノアに参戦している桜庭選手対柴田選手があるんじゃないかとかつてはね新日マットに喧嘩を売りに来ましたと言って柴田選手と一緒に参戦しに来たのが桜庭選手だったりしたのでとしたそういったところの縁もあって柴田選手 VS、まあ、日本人の選手というマッチメイクっていうのが非常に実はエモいのではないかっていうのはね面も非常に今は多くあるんですけども実は海外マット、外国人選手っていうところに実はフォーカスを当てるとジョナサン・グレシャム選手っていう可能性がちょっと高まるんじゃないかなっていう形で、思った次第でありますというところですね。はい。まあ、とは言っても、これ、まあ、何度も言いますが、これ撮ってるのが今1月3日ね、もう夜なんですよ。夜に撮らせていただいてるんですけど、この時点でもまだ発表されてないということは間違いなく当日発表。なんならその、大会で、なんていうのかな。自分自身のテーマ曲、X のテーマ曲が鳴ってから、もう発表になるんじゃないかなという可能性がありますよねというところでございます。はい。というわけで、まあ、今回はちょっと手短ではありますけれども、柴田勝頼選手の対戦相手 X についての新設。それは、ジョナサン・グレシャム選手の、可能性があるんじゃないかということをお伝えしたく皆様にお届けさせていただきました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければちょっとお時間をいただくかもですけども形にして皆様にお届けしたいと思っておりますのでこれからもこの動画のリクエスト皆様よろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタンこちらもポチポチと押していただいてこれからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで最後までお付き合いいただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。